はい、皆さん、福島です。ここに本当の国語力が身につく問題集小学生版ベーシックがあります。お持ちの方はお手元にご用意ください。この本の31ページの ③ と33ページの ⑦、これ実は共通性があるんですね。こういうところはなかなかただ単に問題集を解いているだけではわからない点です。今からそれをお話ししますね。まず31ページ ⑲ ですが、軒先の風鈴の音はまるで人間が喋っているようにも聞こえた。この比喩表現、この比喩表現の抽象化した選択肢、今から4つ読み上げますが、ふさわしいものを2つ選べという問題ですね。はい、あ、音が続いたり途切れたりしながら風鈴が鳴っていた。い、風鈴の音がずっと同じ感覚で鳴り続けていた。う、音が大きくなったり小さくなったりしながら風鈴が鳴っていた。え、風鈴の音に混じって人間の話す声が聞こえてきた。この4つです。正しいのは2つ。というふうになっているわけですね。もう一回傍線部を読んでおきますと、風鈴の音はまるで人間が喋っているようにも聞こえたですね。この人間が喋っているようにも聞こえたというところをですね、どのように解釈するかということになるわけです。これ答えは、まあ答えを見つけること自体はね、難しくないんですよ。答えは、あと、うですね。つまり、音が続いたり途切れたりしている、ね。それとか、音が大きくなったり小さくなったりしている。これって人間っぽいですよね。で、そういうことなんですよ。さあ、いいですか？今の覚えておいてくださいね。で、次、33ページの ⑦ です。これは選択式ではなく記述で書くことになっているんですが、教科書を音読していたら、ロボットのような読み方だなと兄に言われた。ロボットのような読み方とはどういうことですかという問いですよね。これこれなことを表現しているって、まあ穴埋めみたいになってますけどね。ほとんど記述。ロボットのような読み方とはどういう読み方なのかを答える問いになってるんですよ。ここでですね、皆さん、大事な点はですね、人間とロボットの対比になっているということなんですよ。よろしいですか？こういう表を書かせます。対比項目の整理。まあ私はいつも授業で原稿用紙型のノートを与えてますんで、縦20マスなんですね。上10マス、下10マスに分けて書きなさいといつも指示しています。で、ロボットと人間の対比関係なんですよ。ね、今のこの問題集の31ページに関しては人間の言い換えになってたわけですが、33ページの ⑦ はロボットの言い換えになってたんですよ。でいいですか？31ページ ⑲ の答えにあたるあとうですけどね、これはやや具体的なんですね。続いたり途切れたりしていた。それから、うの方は、音が大きくなったり小さくなったりしていた。これも具体的なんですよ。音が大きくなったり小さくなったりしていた。これが人間的ですよねという話なんですよ。わかりますよね。ただ、この33ページの方でですね、ロボットのような読み方を書くとき、これをね、単純に反対にするだけでも確かにいいんですよ。例えば、同じ感覚で続いたとか、音の大きさが不変であると。ね。まあ、こういう感じになります。まあ、あと他にも、例えばね、これ選択肢だから2つを持ってきたんですけど、他にもね、記述の方では、まあ、リズムとか速さとかいっぱいありますよね。抑揚がない。で、こっちは抑揚がある。そうですよね。で、
あるいはスピード、速度。速度が一定。こちら速度が、不定って感じですかね。定まっていない、変化するってことですよね。まあ、これも全部具ですよ。具体的。ちょっと具体的な説明になってるわけですよ。まとめますと、今までのところね。このベーシックの31ページ、下段丸三を元にすると、この2つの選択肢があって、33ページの下段丸七は、ロボットの方を言い換えさせる問題になっているわけですね。で、これ、ロボットの方は記述なので、別にこの2つの反対だけじゃなく、ここら辺を使ってもいいですよということで、ロボットのような読み方、同じ感覚で、アーカーサータナみたいなね、ゴン、お前だったのか、みたいなね。今月ね、そういう読み方してる。今の抑揚もなかったでしょ。速度もいって、声の大きさも不変ですよね。こういうことを書いていけば十分答えなんです。で、この問題集の33ページ丸7の回答はね、上がり下がりがないみたいな表現を回答例に入れておきました。まあ、抑揚ですよね。ただ実はもっとハイレベルな答え方があります。これが言いたいことです。いいですか？人間の特徴とロボットの特徴、これ全部抽象化するとですね、どうなりますか？どうなりますか？これね、ここに反対語のようなものができてこなきゃいけないんですよ。こういうところはベーシックには入れてませんが、授業ではやるんです。ね、授業ではやるんです。ロボットは規則的であると。人間は不規則であると。これをまた別の言い方で言うと、不規則って言うとちょっとマイナスに聞こえちゃいますよね。これは自然だという言い方をすればプラスにも聞こえます。で、こちらは不自然だというと今度ロボットがマイナスになりますよね。言い換える時というのは文脈に応じてプラスマイナスも必ず同じように言い換えていく必要があります。さっきの問題はロボットのような読み方だなって兄に言われたっていうのはね、若干マイナス評価ですよね。だからベスト回答としては抑揚もなく速度が一定で不自然な読み方であったということみたいに書くとベスト回答になるわけです。抽象化を入れていくんですね。まあ、規則的を入れてもいいですけどね。マイナスのニュアンスを出したい。抑揚がなく速度がいって規則的で不自然な読み方だったということ。で、今度、さっきのはまあ選択式でしたけど、もしね、風鈴が人間の声のように聞こえたっていう文脈をね、記述で言い換えるんだったら、風鈴の音、風鈴の音というのが不規則で自然なものに聞こえてきたということになるわけです。で、こういうところまで教わるには、福島国語塾に入塾する以外ないわけです。まあ、いずれにせよ、この31ページと33ページは、こういう仕組みが実は隠されていたんですね。作った私本人だからこそ教えられる内容です。ここまで来るともう完全に中学生、高校生の題材になってきますよね。ということで、究極の国語授業00002は以上です。また次回お会いしましょう。